日航機墜落事故から39年。事故現場の上野村の子どもたちは、この事故を忘れてはいけないと、当時から変わらない思いを受け継いでいます。私は未だにこの上野村に墜落したなんてとても考えられません。信じられません。もう二度とこんな悲しい事故はないだろう。事故が起きた翌月の1985年9月、上野小学校で行われた作文の朗読。子どもたちが事故への思いを綴りました。楽しみにしていた盆踊り、日上げ、成人式が中止になって悲しいです。でも遺族の人はそれ以上に悲しいと思うので我慢します。奇跡的に生き残った4人の人、当時6年生だった黒沢美穂さんです。現在地元の上野中学校で事務職員を務めています。事故から39年、改めて当時の作文を読んだ黒沢さんは、小学生なりにこの事故は忘れてはいけない、自分がその事故を目の当たりにして二度とこういう事故を起こしてほしくないっていう思いが6年生の自分の中にもすごく刻まれたんだなっていうのを改めて読み直して感じました。日航ジャンボ機が墜落した上野村では、事故直後地元の消防団員およそ670人をはじめ猟友会のメンバーなど多くの住民が対応に当たりました。上野村に発生したんである以上ですね、上野村民は応援できるだけのことはもう徹底してやらなければいけないと、それが人の道だと。黒沢さんの父親も消防団員として救助活動に当たっていたといいます。父親が救助活動に当たって戻ってきた後のとても言葉が発せられないような状態で、遺族の方が思ってとても辛かったんだろうなっていう事故の悲惨さを目の当たりにして、事故の大変さとか、でも上野村の人々がそれを事故を受け止めて懸命に救助活動に当たったり、村としてできることを精一杯やったということを見てきたので、だからこそ命の大切さを思って、突然命を失った方たちの分まで自分たちは頑張っていかなくちゃいけない。先月19日、黒沢さんの母校の上野小学校では御巣鷹の尾根のふもとにある慰霊の園に飾られるマリーゴールドの引き渡し式が行われました。この成長したマリーゴールドをご遺族の方々への思いと一緒に、もう二度と同じような事故は起こらないでほしいという願いを込め大切に送ります。この事故を忘れてはいけない。上野村では事故を知らない子どもたちにもその思いはしっかりと受け継がれています。上野翔さんがマリーゴールドをやってくれたりとか、上野村のその事故に対する姿勢を貫いているというか、みんなでその事故を弔っていくっていう気持ちを持ち続けてくれてるのはすごく上野村の村民として嬉しいことだなと思います。遺族に強く生きてほしい、マリーゴールドにはそんな思いが込められています。ご遺族の方々にこの花を見てもらって癒される気持ちを持ってもらえるのと、心強さを持ってもらえるような花にしようと思って育てました。マリーゴールドをこれからも引き続き上野村でずっと大切に育てていきたいと思います。
これからも子どもたちに事故の記憶を伝えていかなければならない。黒沢さんは当時の空気を知る一人として強く思っています。忘れられないし、忘れてはいけない事故だと思いますし、日航機墜落事故のことを思い出さない時はないので、当時小学生だった自分の目から見た事故のことや、あの上野村の姿、一人でも多くの生徒に伝えたり、村民としてできることをしていかなくちゃかなと思っています。上野村の子どもたちが受け継ぐ思い、心を込めて育てたマリーゴールドは今年も追悼慰霊式の会場、慰霊の園を彩ります。